はい、ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズです。はい、今回飲んでいるのはこちらマッカラン12年ですね。はい、それの何でしたっけ、はい、シェリーオークカスクですね。はい、以前動画の方に、コメントいただいたことがありまして、マッカラの12年のシェリーオークカスクをレビューしてくださいっていうのがあったんで、マッカランはまだやったことがなかったので、でちょっとやってみることにしました。はい、バーでね一回マッカラの12年と18年は飲んだことあったんですけども、多分ねシェリーオークカスクじゃなかったんですよね。うん、なんかこれ黒いんですけど、ブルーのやつがなんか、ホワイトオークのやつは飲んだんですけど、はい、箱はモルトシングルモルトですね。はい、アルコール 40%。 マッカランはシングルモルトのロースロイスって言われてるみたいで、はい、すごいみたいです。はい、じゃあちょっとね開けていきたいと思いますけど、どうやって開けるの、このシールを取るのかな、なんか難しそう。あ、これ切るやつだ、なるほど。で、普通に切れる。おお、ああ、やっぱこうシェリーの甘い香りがしますね。うん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 。ちょっとリングルグラスに入れていきたいと思います。はい、こんな感じで切りました。少し、はい、わあ、色も綺麗ですね。よし、蓋して、はい、粘土もありますね。はい、こんなちょっとオートフォーカスになっちゃった。こういう綺麗な琥珀色ですね。はい、でちょっとね飲んでいきたいと思います。まずすみません、香りね。はい、うん、本当のシェリーのいい香りがしますね。以前ちょっと前にデビューしたこれ、グレンドーナックの21年、これに近いよ。これもねシェリーなんで、これにやっぱり近い。やっぱシェリー特有の香りがありますね。うん、ちょっと飲んでいきたいと思います。あー美味しい。うん、多少こうピリッとするドライさとかいうアルコール感はあるんですけども、この風味と香り、このマッカラン特有のこの風味が美味しいですね。多少ドライですね。うん、なんで、こっちのブレンドローナック21年の方が、こう甘さ重視っていうか、ね、しますね。で、こっちは、このマッカラン独特の風味。ね、何でしたっけ、ネイキッドグラウス。あれが、マッカランがキーモルトになってるみたいで、やっぱこう、同じような系統だったのよくわかりますね。一応今アマゾンで 700ml で7000円ぐらいですかね。はい、うん、まあ、ちょっと安くはないですよね。コスパがいいとは言えないんですけど、やっぱりこのマッカラン特有の風味っていうのはやっぱりこう変え難いものがありますね。うん、ちょっと加水してみましょうか。よいしょ、はい、ああ、やっぱこうシェリー香みたいなのがものすごいブワーッと立ちますね。うんうん、あ、めちゃくちゃ飲みやすいですね。うん、こう辛さとかドライさが1段階こう2段階ぐらい落ちて、甘さとこうシェリーの華やかさがこうグッと前に出てくる感じ。これはさっぱりいいですね、真っ赤な。うん、私やっぱりシェリーのスコッチ、シェリーダルで作られたスコッチがやっぱり好きかな。うん、最近この間もそうですけど、シェリーとかね、そういう樽で作られてるのをよく飲んでるんで、まあ同じ系統って系統ですね。うん、これ18年、マッカランの18年っていくらぐらいするのかな、見てみましょうか。マッカラン、よいしょ、
まあすごいね。18だと25,000、何倍？3倍以上になっちゃうんだ。なんかレアカスクというなんかいろんなのありますね。エニグマ、マッカランリフレクション、これすごい12万、マッカランクエスト、なんかめちゃくちゃ種類がある。ファインオーク、これ18年か。セレクトオーク、これはもうなんかすごいね。めちゃくちゃ。でもこのダブルカスクとシェリーカスクがやっぱりよく見るっていうかね、そういうことなのかな。これか、ファインウォークか、ファインウォークの6960、これよく見るね、バーとかで。これを飲んだのかな。で18年私飲んだんですけど、どれだろう、この枠から18年から2万5000円飲んだのかな。そんなにね、なんかうわ美味しいなっていう記憶はないんですよね。12年とさほど変わらないようなイメージ、12年のこうビリビリの辛さをなくしたような。コスパがちょっと良くないのかな。ちょっとお高いですもんね、マッカランね。でもちょっとこの風味は美味しいな。独特ですもんね、このマッカラン特有っていうか。メイキッドグラスとかもマッカラン入ってるんですけど、あれはもう2000円台でめちゃくちゃうまいんですけど、だけどこれが2000円台で売ってたらこっち買うんですよ、多分。そりゃそうなんですよ、この独特の風味。美味しい。さすがシングルモルトのロールスロイスですね。なんかやっぱり私最初にマッカラ飲んだ時は去年だと思う、結構早い段階に飲んでて、まだあんまり分かってない時に飲んだんで、そんなに印象残ってないですよ。今こうやって改めて飲んでみると美味しい。やっぱり。とても美味しいですね。いや、美味しい。本当に美味しい。概要欄の方にアイテムリンク入れておきますので、ご興味のある方はぜひご覧になってみてください。チャンネル登録とね、グッドボタンの方、何卒よろしくお願いいたします。はい。あと、ツイッターもやってますのでね、フォローお待ちしてます。はい。今回はウイスキー初心者が飲んでみたシリーズ、マッカラン12年、シェリーオークカスクの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。